小田義明は日本の政治家、元大阪府議会議員、元大阪府議会議長、大阪市会議員、大阪府議会警察上任委員長、大阪府議会地球環境問題調査特別委員長、大阪府議会文教上任委員長、自由民主党大阪府議会議員団副幹事長、大阪府関西委員などを歴任した、大阪府出身、サラリーマンとして、 日立造船株式会社に勤務の後、大阪市会議員及び、府議会議員として活動した。長らく自由民主党に所属。2013年1月14日、大阪市内の病院で心不全のため死去。78歳没。大阪府議会議長就任中、2011年3月20日の自身の事務所開所式にて、9日前に発生した東日本大震災について、 大阪にとって、天の恵みというと、言葉が悪いが、本当にこの地震が起こってよかった。と発言した。この発言の背景には、元来、長田は、橋本通る大阪府知事が提唱する大阪南港のサキス庁舎への大阪府庁全面移転に反対してきたという経緯があり、同地震ではサキス庁舎のエレベーターや壁の一部などが損傷したため、防災拠点にふさわしいか、 再検証する必要が生じたという意図での発言であった。天の恵み発言に続いて知事の考えが間違っていたことが示されたとも発言していた。批判を受け、長田は翌21日に言葉遣いの不適切さについて謝罪した。同年3月23日には自民党大阪府議団が長田の発言を不適切だったとして4月の大阪府議会選挙に 立候補を予定していた長田の公認を取り消し、序断処分とした上で議長辞職を勧告。翌24日には長田自身も議長を辞任する意向を表明。一方で議員辞職については否定し、4月の不議選には無所属での出馬を検討しているとした。長田は同日の記者会見で私の発言により被災者をはじめ多くの方々に、 ご迷惑をおかけしましたと謝罪する一方で、この言葉はいけないと言ったと釈明し、私の真意とは180度違うと、マスメディアの報道を批判した。同年4月10日に行われた第17回、統一地方選挙で、大阪府議会選挙では、自民党の公認を取り消されたが、支持者からの出るべきだという声を受けて、無所属での立候補を決意。選挙の結果、 得票総数の30.3%を獲得したものの落選した。ありがとうございます。